金沢 M 座前では長い行列ができています。皆さんのお目当ては？こちらのアイスクリームです。アイスクリームの日は明治2年の5月9日横浜でアイスクリームの製造販売が始まったことを記念し、60年前に当時の業界団体が定めました。金沢市の街中での無料配布は恒例行事で、先頭の人は今日、配布が始まる1時間近く前から並んだといいます。定番商品から新商品まで13のメーカーのアイスクリームが用意され、並んだ人はそれぞれに好きなものを手に取っていました。いや、ちょうど食べたいな思うようなこともあったし、グッドタイミングということで、ぜひですね、暑くなってきますので、自分の時間、リラックスの時間ですとか、ご褒美とか、そういったところで、ゆっくり召し上がっていただきたいと思います。はい、総務省の家計調査で金沢市はアイスクリームにかける世帯当たりの支出額が全国トップクラスであることが知られていますが、去年は福島市に次ぐ2位でした。